キリバスの国旗についてキリバスの国旗は1932年のイギリス植民地時代に制定された国章をデザインしたもので1979年7月12日に正式に制定されました上半分は赤字に古軍カンドリ希望の象徴が太陽の上を飛んでいるイラストが入っています下半分は青い太平洋の波が3本主要な国土のギルバート諸島 フェニックス諸島、ライン諸島を表しています。また、太陽の17本の光は、ギルバート諸島の16個の島とバナバを表しています。そして、海から昇る太陽の図柄は、この国が日付変更線に近く、世界で最も早く太陽が昇る国であることを表しています。このデザインは、イギリス領だったギルバート諸島とエリス諸島、 現在のツバルのために1937年にデザインされ、その後一部改変されたものが1979年に国旗に制定されました。